はい、短期決戦です。2月20日8時44分です。第1356回ロト6の予想をしていきたいと思います。ロト6の予想ね。ロト6過去10回と、ロト7過去2回とミニロト過去2回を入力します。で、右側に、カウントイフで1が何個あるか2が何個あるかって重複をチェックします。そうすると、右側の表に全部入ってきます。で、ボーナス数字も全部入ってきます。で、それで重複をチェックすると、10回中4回が5とかね。うん。それをチェックして、こっちの表に移すと、10回中4回が19と36。10回中4回1回ボーナス数字が5。10回中3回が2、8、10、27。10回中3回1回ボーナス数字が22。10回中2回が9、11、14、15、18、21、28、29、32、38。10回中2回1回ボーナス数字が7、12、33。で、今後6回。6回中3回が28。6回中2回が1、4、7、17、26、27、29、34、37。10回中2回1回ボーナス数字が10、18。6回中2回。1回ボーナス、6回中2回、2回ボーナス数字が8。で、過去10回抽出数字と、今後6回抽出数字。で、過去10回で使われている数字を全部書き出すわけ。で、今後6回で使われている数字を書き出して、それを合体し出して、全抽出数字書き出して、で、前回の数字からの連想展開。前回の数字を表に入れてみて、で、その両サイドと縦目をチェックするわけ。そうすると、浮き出てくるのが、7、17、24、25、35だわけで。それを下に持ってきます。そうすると、全抽出数字がこうなってて、色がついてるのが2回以上出てる数字。出てない数字が3、31、35、40。で、挟まれた数字が6、13、16、30、36。被っている数字が7、8、10、18、27、28、29。で、出ないだろう数字が、出ないだろう数字？これ違うな。ないな。で、参考回。参考回は、今後6回ね。で、重要数字がさっき被ってた数字。7、8、10。これ被ってる数字って今後、ロト6過去10回と、今後6回でさらに被ってる数字があるんだよ。それが7、8、10、18、27、28、29。で、準重要数字はボーナス数字。ロト6過去2回とロト7過去2回のボーナス数字。8もそうだな。8も入れとこう。8。それと、前回のキー数字515、参考回を見て目立つ数字14101727273437、気になる数字1410、前回の数字からの連想展開さっきやったでしょ。並べると14781012172823262728293437が浮き出てきて、でロト7と 前々回の数字がこれで、それをそのまま書き出すと4,25,27,28,32,41、前々回ね。7,9,10,17,28,33,4,7,14,17,21,34と。これで、これが、ロト7と前々回。で、数字を作っていきます。これね、並べるとでね、ちょっと待ってね。7、17、7、17。ワンとタケルの御事さん巻物を3冊プレゼントしました。ありがとう。24。25、
で、こうだね。これ1の位と10の位と20の位と30の位で、キーとなりそうな数字が7と17と24と25と35。あ、そのまま入れたらどうなんだ。1、2、3、4、5。5か。そしたら30も入れてみようか。そのまま入れて、7、17、24、25、30、35。これ買おう。これいいかもしれない。7。4、7、17、4、7、10、17、28、41。5、15、4、5、15、17、24、35。こんな感じだぞ。1がね、なんかね、1ね、ミニロトで出てんだよね。1、5、7、15。24、25。5、15。17、15、18、28、34、37、33、35。連番いくか。7、8、17、18、25。10、12、23、26、37、30、29。3とかさ、2とかさ、出ないのかね。3とか2とか最近出ないんだよね。 6?6 ね。全然使ってない数字はね、あんだよ。8? リンニコさん巻物をプレゼントしました。ありがとう。13? リンニコさん21,350。あ、そう。こんな感じかな。7、17、24、25、41、30、3。これにしようか。買うのね。7、17、24、25、30、35と
これ同じじゃん。これダメだ。ふわっとたけるのみことさん巻物をプレゼントしました。47これか、これ買おうか。4710172841 OK OK、 これでいいよ。少ないけど何種、何通り ?1234567891011121213 13通り。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。